めっちゃ普通に歩くやん、この上。まあ私も走ってきたんやけど。何あれ、井戸端会議中？さあ、それじゃあ。どこに向かうんやっけ？ついに魔王と戦う準備が整った。ケトスに乗って天空魔城へ向かおう。そっか、天空魔城か。ケトスはどうやって呼び出すんでしたっけ？とりあえず道具使って呼び出せばいいんかな。大事なもの。どこだい？天空のフルートか。使います。なんか、はってなって、モンスターたちがどこかへ行ったんだが。で、魔王城、天空、魔王城じゃない、天空魔城へ向かう。天空魔城って真ん中のやつでいいんかな？真ん中っていうか、まがまがしいやつ。これ？ふぅ、間違えた。ふぅ。闇の結界が天空魔城を覆っている。このままではこれ以上近づけそうにない。勇者の剣を使い、天空魔城の結界を破りますか？あ、はい。いけんのかと思った。さあ、これで結界が破れる。めちゃくちゃ金ピカやねん。趣味悪そう。さあ、行け。勇者。ついに魔王に挑む時が来たよ。よっち村も気になるけど。なんならよっち村の方が気になるけど。個人的には。お、結界が解ける。天空魔城を覆っていて闇の結界が跡形もなく消え去った。よし、行くか。いよいよだな。みんなでやっつけるよ。行きましょう。おお。何気に声あるんよね。っていう。来たよ、来たよ。お。コメロスやっけ？よし、向かうか。天空魔城。あれやろ？もうドットの世界じゃなくなったけんさ。シンボルエンカウントのみよね。でっかい扉だな。めちゃくちゃ重そう。魔王ウルノーガの居城。ついにここまで来たな。気を引き締めていくぞ。おう。何、襲われるよ。危ない。ひぃ。鳥に加えられていくかと思った。何これは。うい。なんじゃ、何が起こった。まずはこいつをやっつけてから城に入れんといかんわけやね。でかっ。我が剣をかわしたか。さすが数々の軍王たちをほふっただけはある。どこから声を出してるんですか。確実に機械を通して聞こえてくるような声なんですが。ひぇ、ちょっとずれたら自分がスパッていきそう。ジャイン軍王ガリンガ、魔王ウルノーガ様の居城、この天空魔城の番人である。みんなこんな名乗りなんか聞かずにバンバン攻撃仕掛けていっていいんよ。我ら魔王軍の攻撃をかいくぐり、ここまでたどり着いたことは褒めてやる。ああ、どうも。だが、お前たちなど魔王様が直々に相手をするまでもない。ここで我が血祭りにあげてやろう。いや、もうあっという間にやっつけるんで。君はお前らの墓場だ。行くぜ。でもな、ちょっとなんかよっち村から出発するね、冒険の書の世界の
ボスに結構手間取ったけんさ、結構自信なくなったよね。ね、こんなね、確実にメインじゃないやろみたいな砂漠屋までそんな時間かかるんやなと。あれやな、魔王城に、魔王城というかここに来る前にさ、なんかどっかで回復してきた方が良かったかな。まあ、いっか。このまんま進むか。キャー、アユナが腰が抜けてるよ、腰が。イエーイ、アンパンマンやね。痛い痛い。ああ、しびれてるしびれてる。しびれるわい。大丈夫か。めちゃくちゃビビ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 ってなっとる。お、いいぞいいぞ、イエーイ。蛇竜軍王ガリンガをやっつけた。お疲れ様でした。イエーイ。蛇竜軍王ガリンガが人間風情に敗れるとは、これが勇者の力だというのか。まあね。だが覚えておけ、お前がどうあがこうと世界はもはや魔王様のもの。過ぎ去りし時はもう戻らぬ。過ぎ去りし時を求めてなんで。そこでね、ちょっとタイトルっぽいことを言われましても。アユナはブルーオーブを取り戻した。魔王ウルノーガはすぐそこだ、行くぞ。おう。めっちゃチカチカ鳴りよるね。これ何？雷雲かなんか？待っていろ、ホメロス。お前との因縁、ここで終わらせる。できればその平和な感じで、やっつけるとかじゃなくね、できたらいいんだけども。でもここでは動かしよるのアユナよね、ちゃんと。なんであれ、マルティナ動かしよる感じになっとんやろ。うわ、なんかゆっくり近づいてくるんやけど、やめてくれる？うわ、すごく嫌。真ん中通ったらなんかぶつかりそう。めっちゃ避けていくやつ。すごい待ち構えとったのに、めっちゃ避けていくやつ。これ何？封印？解けん感じかな？ちょ、一旦見てみよう。扉は封印されているよね。もう見るからに封印されとるもんね。真っ赤らさまに封印されとるもんね。じゃあこっち。もうちょっと廊下のど真ん中におるのやめてくれるかな。邪魔なんですよね。邪魔しようんやろうけど、うわーやだー。一斉に向かってきそう。そして何もない。全然何もない。てか地図も何にもないやん。やだな。地図ぐらい用意してくれないかしら。うい、やめて。ああ、首が長いけんね。なにここ、なにこれ、ボタン。あ、なんかどこかしらの封印が解けたよ。この階の西側にある扉の封印が解けたようだ。え、二箇所も封印されとるとこあったっけ？なんか宝箱ありそうな感じやったけど、なかった。え、あの赤いとこだけじゃなかった？青いのもあった？今初めて知ったんだが。間違えた。出したーし。ここは、あ、ん？どこなんやろ？びっくりした。さっきのなんだ？待って、これ外か？もしかして。こっちから来たね。もうなんか、方向がわからんな。で、あっち行ったんか。ってことは次こっち？それ振り回してこないでね。ひえ。あのなんかゆっくりゆっくり歩い、うわ！両側からゆっくり歩いてきよりよ、怖い。どこかしら。いやー、どっこもかしこもいっぱいいるなー。
そして何もないんすよね。外におる弱っちい敵たちと違ってさ、めちゃくちゃ向かってくるけど、すれ違っとるね、君たち。これは扉じゃないんよね。なんかありそうな感じの雰囲気やけど。この階段登ればいいんか？階段の裏とかなんか、ないんかーい。隠し宝箱とかありそうやけど。あれ、堂々とあった。隠してなかった。パンドラフォックス？やめてよー。あからさますぎてやっぱ罠やった。それでもやっぱお宝は欲しいやん。ねえ。ほら、戦闘になった途端にマルティナになるんよね。でも自分が何を押してこうなったのかが全くわからんのやけど。うわぁ。気持ち悪いなぁ。あれが？あれがウルノーガ？あんな顔やったっけ？てか、自分の像を作らせるってさ、どういう心境なんかな？自分の顔があんなデカデカと、自分をさ、あんなデカデカと作られるの恥ずかしすぎるんやけど。あ、かわいいね、君。めっちゃかわいい。外におる子はさ、もうちょっとなんか色が暗い感じやったやん。あれはちょっと不気味な感じがしたんやけど、この子たち超かわいい。わ、うえい！怖い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 。超怖いけどなんか、お帰りなさいませ、ご主人様。お？向かってこないんですか？何？電池切れた？お帰りなさいませ、ご主人様的な感じじゃない？メイド側で迎え。ん？外に出てきた。これは？よかった。パンドラボックスじゃなかった。あ、びっくり、何？落ちんよね、それ。そんなとこから落ちたくないんやけど。じゃあ、向こう側かな。それなんかピコーンって気づくくせにさ、しばらく経ったら全然何事もなかったかのようになるんよね。君らさ、塔を守るようになったらちゃんと守った方がいいよ。怒られるよ、上司に。周りすごい綺麗。何？行く手に邪悪な封印が施されている。勇者の力を使えば封印が解けそうだ。使おう、使おう。手かざしてみるとか。よしよし。めっちゃ綺麗やん、周り。はぁ、綺麗なのが、ほぼなくなったんですけど、え、な、全然ない。え、今なんか、ビヨンのコツってやつまでなくなった。周囲を覆っていた水晶が壊れ、モンスターに乗って下の階と行き来できるようになった。てか、君らどこから現れた？行き来できるようになったってことは行き来した方がいいんかな。まあいいや、先に進もう。こっちはどこだ？やめてよ。誰だ、君。うわぁ、怪しい集団がおるわ。こっちかな。びっくりした。そんな近くにおった？もうさ、マップがないけんさ、どこに行ってどこに行ってないんだか全くわからん。あ、でもこれなんか、めっちゃ魔王に続く階段っぽい。やめてよ。行く手阻んでくるのやめて。こういう狭いところでは出てこんといてね。ちょっと広めのところで出て。ああ怖い！何？これ普通に渡れる？ああ、よかった。びっくりした。このプレイヤー側にバランス感覚が。え？これだけ？な、あ、ここになんかあるな。何これ？ワープ？一瞬回復スポットかと思ったけど、そういうのないよね。ファイナルファンタジーとかなら、ある気がするけど。ドラクエにそういうのないよね。乗ったら回復、みたいなの。え？もうこれジャンプしていかんといかん感じ？じゃあちょっと君ら、やっつけるわ。グレートボンバーの乗り物に乗れるようになった。違う、違うって、来ないで。あー、来た！よし。このちゃんと乗っとるのいいよね。あとの仲間どこに行ったんだか知らんけど。じゃーん。あれ？ジャーンプ。よし。この上も？ジャーンプ。やだ、来ないで。くっ、勝手に脱ぎ捨てやがって。この中もそのまんま行けよ。一
いつもさ、ダッシュするボタンとさ、くるくる回すボタン間違えるんよね。えい、ー、うお、すげえ守ってそうやけん、ちょっと、隙間通らせてもらうね。あ、ここも封印解けるんじゃない？とことこ。でもこの水晶が全部落ちてしまうのすごい残念なんやけど。周囲を覆っていた水晶が壊れ、モンスターを乗って下の階と行き来できるようになった。よし。ハデスナイトの乗り物に乗れるようになった。これ乗ったまま移動できる？向こう。イエーイ。全然できんわ。クソ。剥ぎ取られるわ。なんてこったい。何ここ。なんか、ドット絵とかやったらさ、あれよね、こういう道、よくあったけどさ、3D でこれやられたらすごい気持ち悪いね、チカチカする。めっちゃ普通に歩くやん、この上。まあ、私も走ってきたんやけど。何あれ、井戸端会議中なんか可愛いんやけど。え、なんか君の下っ端向こう行きよるよ。下っ端取られよるよ、大丈夫？ちゃんと管理しないと。うえーい。待って、めっちゃバチバチなる。え、しかも何もないんやないん、ここ行き止まり？やめてよ、そういうの。せっかくこういうダメージの床通ってきた時にそれすごいがっかりするんよね。満タン。よし、戻るか。筋肉見せ合いよる、なんか。そろそろ、あれか？満タンにしとくか？何気に遠くから魔物見よるの面白いよね。行動が。ここどこなんだ？あいつも乗れるやん。中にか。ここはどこ？外に出てきた。なんかもうマジで全然たどり着けなさそうなんやけど。あれでまたどっか行ける。なんか頭突き合わせよったよ、今。頭突き？ひえ、目の前に魔物。これは、え？どこ？あ、こっち行けるんか。なるほど、なるほど。なんか似たような場所ばっかりやけんさ。本当にこれは、来たことない場所なのかってなるね。まあ、でもどんどん登っていきよるけん大丈夫やろう。え？どこまで行ったら3階じゃなくなるん？いえやめてよ。さあ、今めっちゃ踏み潰されたやろ、確実に。恐ろしい。天の門番やって。門番ってことはこの辺なんか、ないやん、もん。え、もしかして、え、この近海だけ？とてつもなくがっかりなんやけど。え、怖っ。え、恐ろしい。これ下に行けばいいんかな？全然なんですけど、恐ろしい。てい。全然襲いかかってこんやん。さあ、行きましょう。あ、これメタルキングやん。ちょっと色がよくわからんかったけど。え、めっちゃ痛い。メタルキングって体力どれぐらい？逃げんなよ、おい。ハデスナイトやっつけた途端に逃げんなよ、おい。はい、乗ります。ご主人様、私ね。どこに行けばいいんすかね。わからん。行ってない場所を暗くするとかっていう感じにしてくれんかな。これさっきの場所か。じゃあ通ったよね、思いっきり。どこだよ。わ
からんぞ。え、他に行く場所行けますね。